ランカラは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体、コマルカデサリアに属す。ガリシア統計局によれば、2012年の人口は2866人。住民故障は、ランチャーオ、R。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.46%。ランカラは、ルーゴ県の東部に位置し、コマルカデサリアに属する。 北が、西側がオコルゴ、東側が、バラージャと、東が、ベセレアーと、南が、トリアカステーラ、サモス、サリアと、西側オパラモの、各自治体と隣接。ランからはサリア司法管轄区に属す。住民は26の教区の151の地区に、居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のエラディオ・カポン、ロペス、自治体評議員は、ガリシア国民党、4。 ガリシア社会党4、テガ2、ガリシア民族主義ブロック1となっている。2009年10月ガリシア国民党は、当時の自治体市長である、ガリシア社会党のダリオ・アントーニオ・ビネイロ・ロッペスの不信任動議をガリシア社会党からの転校者と共に提出、テガの協力により、賛成票が主張側の2倍に達し、可決。その後現在の主張が選任された。 欄からは26の教区に分けられる。太字は自治体の中心教区。ありがとうございます。